はい、皆さん、こんにちは。やほやほやほ。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。超突発お知らせ配信始めます。イエーイ！パチ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 。本当になんか、数分で終わります。数分で終わります。めっちゃ突発です。超突発です。数分以内に終わります。この、まあ、一応お知らせ配信、プチなんだけど、これは終わったらすぐに YouTube にアップして、メルダム側のアーカイブはサブスク限定にしておきますが、 Twitter にも書いた通り、V カーとか配信引退しますとかじゃないのでご了承ください。はい、そして早速コメントが止まってる。ちょっと待って、え、コメント止まってるんだけど、ちょっと待ってね。いやー、ちょっと待って、話が違うんだけど。ちょっとコメント止まってるんですけど、ちょっと待ってよ、コメントが表示されておりません。やだー。はい、本当に少々お待ちください、すいません。ちょっと待ってね。やだ、なんでだよ。コメントが出ておりません。あ、間違いない。ちょっと待って。本当にちょっと待ってくださいね。なんで出てないんだよ。こうして。なんで色もリセットされてる。ちょっと待って。はい。ちょっと待ってね。こうして。やだー。ちょっと本当に待ってね。もう本当にすいません。色は出たんだけど、これを、こうして、これじゃない。こうして、見づらいね。ちょっと待ってね。いやー、ちょっと本当に事故ってるわ。すいませんね。よいしょー、こうして。よいしょー。こうして。よいしょー。はい。はい、じゃあ改めまして皆さん、コンディソリスやほ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 ー。はい、今日は、とっても突発でプチお知らせがあるので、数分間のお知らせ配信をしたいと思います。イエーイ。はい、ってことで、じゃあ、まあ、本題に入る前に軽くお話なんですけれども、ごめんね、マイク殴ったね。リソ、今月の最初にこの新アイコン発表したじゃないですか。これ、この今ね、画面に出てるこの子、このアイコンをね、新たに発表したじゃないですか。まあ、なんでかっていうとね、リソがこの正式な衣装を決定させたくって、リソがね、七夕が好きだからっていうことで、このアイコンをね、前のアイコンと同じ方に書いていただいたんですけれども、まあ、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。っていうのと、つい最近、メルダムのファンクラブ機能、サブスク機能が、やっと解放されたじゃないですか。A ランクに昇格したら、その機能が解放されるっていう風に、ちょっと、今までとはね、システムが変わりまして、はい。解放されたじゃないですか。無事にね。で、今、みんな、お月見っていうファンクラブに入っていただいている方もいらっしゃると思うんですが、なんと、これね、リサも昨日急にちょっと起こった出来事で、とてもびっくりしてるんですけれども、なんと、知り合いの配信者さんがそのね、ファンクラブの開設記念、お祝いということでですね、まさかの、なんと、リソって今までアイコンね、まあ、何回か変わってきたんだけど、立ち絵って一度も存在してなかったことに皆様お気づきでしょうか？立ち絵。全身のイラスト。なかったじゃないですか。今後もね、この今右側に出てるアイコンもちろん、自分で依頼したものなので、お気に入りなので使っていくんですが、なんと、いきます。せーの、ドドーン、イエーイ。
イエー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 イ、はい、アイコン全身の立ち絵をいただきました。イエーイ、ナイスナイスナイス。コメント止まってるけどちょっともう気にしません。はい、アイコン全身立ち絵をいただきました。いただきました、イエーイナイスって感じなところでコメントが止まってあります。コメントが止まっております。はい、ちょっと全身ね、全身ね、よいしょ、ダダダダダダダーン。はい、こんな感じでめちゃめちゃ可愛いでしょ、めちゃめちゃ可愛いでしょ、可愛いでしょ。そう、これいただいたんですよ、昨日急に突然いただいたので、リソもめちゃめちゃ困惑してるんですけれども、めちゃめちゃ可愛いでしょ、超可愛いでしょ。じゃ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 ん、めっちゃ綺麗でしょ、すごくない。そう、衣装の設定はできたものの、あの全身の衣装とか、ね、全身の設定まではリソも深く考えてなかったんだけど、衣装こんな感じでね、立ち絵をいただきました。イエーイ、ありがとうございます。わーい。そう、正面のねアイコンも今までリソなかったんだよ。歴代のを遡っても全部ね横向きっていうかね、今までと同じ向きだったわけなんですよ、このこっち向きのやつね。そう、この度正面を向いていて、なおかつ立ち絵をいただきましたので、今後はこちらを使っていきたいと思います。立ち絵に関しては、イエーイ、ありがとうございます。やった、ナイス。はい、っていうお知らせでございました。イエーイ、やった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 。はい、だから指令の配信者さんが書いたというわけではなく、指令の配信者さんが依頼をしたものをいただいたという感じですね。依頼をしてくれました、リソのファンクラブ開設記念に、ありがとうございます。ということで、今後はね場面によってはこちら使っていきたいと思うので、よろしくお願いします。じゃあ一旦動画用に締めます。ということで、皆様今後もね、あの立ち絵バージョンのリソができましたので、よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで動画はこちらで解散解散解散。あつリソでした、ありがとうございました、バイバーイ。